でその中間選挙に向けて実は水面下でもう、うん、こっからの戦いね、うん、1ヶ月半 FOMC がねそれまでに2度行われて、その時にまあ金利がね 3.5 超えてんのか 4% になってるのかっていうのもね、ドルもダウも、うん、ある程度のその強さで、そう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 。こんにちは、カズです。チョイルです。越境 3.0。 はい、チョイワル先生こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、岡安商事為替アナリストのチョイワル先生です。はい、今日もよろしくお願いします。前回 FOMC のその利上げの予測というところで、はいはい、いろいろと解説をしていただいたんですけども、はい、まあ、その後に控えている一大イベント、中間選挙ね。米中間選挙。中間選挙、はい、これは非常に見ものです ね。これはやっぱり世界が動く激動な、ね、結果というかね、うん、まあ、もちろん本当の、ね、大統領選挙というのが一番あれですけどね、やっぱりそれに匹敵しますよね、うん、そうですね、中間選挙はね。でその中間選挙に向けて実は水面下でもういろんな戦いがね、うん、繰り広げられているという、うん、ね、まあ、そんな感じの、まあ、中間選挙に向かってのもう数ヶ月前なんですけれども、はい、ここのポイントをね、今日はちょっとお話しいただきたいと思いますので、中間選挙でね、要は11月8日ですけどね、この時に要はあの上院で3分の1当たる34議席ね、うん、これは改選、うん、で下院は435議席改選ということでね、うん、まあ、もちろんこれ民主と共和のね戦いなんですけどね、今要は予備選なんかはトランプさんね、やっぱ人気絶大で、予備選なんかでは結構各地区で圧勝っていうかね、そういう成果上げてるみたいなんですよね。まあ、僕個人的な意見としてはトランプさんにね、うん、復活してほしいような気もしますけど ね、まあ、もちろんバイデンさんもね、ある程度功績は、あるんでしょうけどね、うん、もう本当に僅差なんです今ね。直近ではまた変わってるかもしれませんけど、民主がややリードみたいな、まあ、その11月なんで、今日本ではコロナとかもねだいぶ収まってきましたよね、うん、まあ、中国はまだねゼロコロナ政策でね、うん、続いてますし、あとはウクライナね、この時点で終結してるか沈静化してるかっていうのも もちろんあるんでしょうけどね、うんうん、もちろんこれ強いアメリカ、ね、のために誰が引っ張っていくんだ、バイデンでいいのか、うん、ね、はたまた共和党を巻き返すのか、うん、これも重要な一番ですよね。そうですね、年末最後の大一番みたいなね、うん、形になりますよね。いや、これは楽しみですよ、うんうん、ただ今心配されるのがバイデンさんのね支持率がね一頃よりも戻ってきて今 40% 超えたんかな。やっぱりインフレ抑制法の、ね、法律とか可決しましたから、うん、あれ結構大きいんじゃないですかね。それでちょっとね、まあ、本当に沈みかけた部分がちょっとやや戻したみたいなね、うん、いう形なんで、まあ、焦点もちろんこれをね、うん、目標に、うん、やっていかないとね、民主党からするとね、うんうん、あとまあそのさっき言いました前大統領のトランプさんね、はい、不正っていうかね、機密文書の不正持ち出し疑惑ね、うん、これもなんか、ね、腑に落ちないですけどね、なんかね、なんでこんなことやってるんだろうっていうね、捜査 FBI の捜査、そうそうそう、うん、まあ言っちゃなんですけど、バイデンさんが、うん、トランプ潰しみたいな、もうそれしかないですよね。ここさえ叩いておけばあともう対抗馬いないですもんね、まずはね、まあ、あの人がまだそのね、まあ、4年間で、ね、もう多分やめると思うんですけどね。もう年齢いくつですか、多分年齢80何歩でしょ、うんうん、まだトランプさんの若いですわけですからね、うん、ただ要は、まあ、無難にねここをクリアしたいっていうのが、うん、もう毎回そうですけど、やっぱり中間選挙でね、要は大統領になった時からさらにパワーアップしてるのか、トランプさんのある程度勢いありましたからね、好き嫌いがはっきりしてましたけどね、でもやっぱり人気もあったしね、うん、バイデンさんっていうのはまだやっぱり人気の部分だよね。この人たちがダメだ、アメリカ引っ張るっていう、まだそこまでに行ってないんでね、うん、ちょっとこれ折り返し点でね、なんとか巻き返したいみたいな、ね、感じだと思いますよね、うん、まあ、トランプさんの頃の方がね、まあ、アメリカも世界もなんか平和だった気がしますけれどもね、いろんな意味で。だからまあ結構やっぱり過激っていうかね、うん、発言したりとか、大統領令出したりとかね、いろいろやりましたけどもね、だから政と道というかね、まあ、バイデンさんまだ地味ですよ今ね、うん、地味な感じでね、コツコツコみたいな感じじゃないですかね、うんうん、なんか強いアメリカっていうのはね、やっぱりトランプさんがすごい周りに発信していたっていう感じがあるんで、うんうん、なんかそのもう強気の発言が抑止力になっていたと思うんですよね、うん、今の、まあ、イランに対してもロシアに対してもね、うんうん、中国に対してもなんかそれが、まあ、バイデンさんになってからちょっとフラフラフラっとちょっとね、だから日本で例えるとね、やっぱり小泉元首相とかはね、リーダーシップあったじゃないですか、うん、はい、でだからまあトランプさんと同じって言いませんけどもね、うん、やっぱり存在力がすごいありましたよね、うんうん、いいも悪いもね、うんうん、
まあ、かといってトランプさんを支持してるわけじゃないですけどね、うん、でもとにかく今民主党も劣勢になってるのが事実ですよね、うんうん、こっからの戦いね、うん、1ヶ月半そうですね、もう2ヶ月切ってるから、そう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 、うん、この中間選挙に向けて、うん、やっぱりドルの動きっていうのも大きく影響してきますよね。もちろんもちろん FOMC がねそれまでに2度行われて、うん、直近でこの時は11月の2日に行われるわけですよね、うんうん、その時にまあ金利がね 3.5 超えてるのか 4% なってるのかっていうのもねターゲットになりますけど、うん、ただでもこの頃からあの逆にこのダウをね、うん、株を上げようって言っても間に合わないんだよね、うんうん、だからドルがある程度10月の中旬ぐらいまで伸びてもね、うん、そこから要はある程度株っていうかね、うん、ニューヨークダウにバトンタッチみたいな、うん、こういうふうにイメージしてるんですけどね、うん、中間選挙直前までにはドルもダウもある程度のその通貨で、うん、そう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 、ドルが落ち着いてダウは大体もうあの上がり始めてみたいなね、うん、そうなると民主党はやっぱ強い、うん、そうそうそう、まだあの今よりもあの地盤はね、うん、あの固められますよね。ひょっとしたらもうその時にトランプさんが捕まってるかもしれないし、まずないでしょうけどね、はいはい、はい、うん、ここさえね、ここさえ叩いておけばね、うん、民主はもうなんとかなるとなるんじゃないかと思ってるんでね、うん、その動向もやっぱり気にしなくちゃいけませんよね。いやいや、もうなんかいろいろありすぎて、うん、なんかもう中間選挙が楽しみですよ。楽しみってね、こっちも大変ですけどね、逆にね大変でしょうね、あの、うん、もちろん証券もあるしコモディティもんで為替今メインでやってますけどね、うん、やっぱり全てが動くと思うんでね、結果いかんによってはね、うんうん、まあ頑張りますけどね。まあ、アメリカもねこういう動向で、まあ、本当に為替が大きく動いていくっていう中で、うん、僕とちょいわる先生でセミナーを開催いたします、はい、日本橋人形町特別セミナー、ドルと世界経済為替相場の行方ということで、テーマいっぱいありますよね、これね、はい、ね、インフレ利上げ、中間選挙、ウクライナ戦争に米中対立に、うん、東京でぜひ開催してくれというリクエストがすんごい多かったので、うんうん、10月の7日、はい、東京日本橋の方で、2人のコラボセミナーを開催いたします、はい、ちょっと越境 3.0 チャンネル、うん、YouTube の方では話せない話をもうセミナーならではなんで、なるほどね、やっぱりもう生でね、生でねぜひ10月7日の日本橋の方のセミナーの方にご参加ください、はい、よろしくお願いします、詳細とお申し込みは概要欄のリンクの方からどうぞよろしくお願いします、はい、ということで本日はちょいわる先生にアメリカの中間選挙とそしてアメリカドルの今後の行方についていろいろと解説していただきました、はい、ちょいわる先生ありがとうございます、ありがとうございました。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございまし た, ました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。